エリオ・オルサーラ、エリオ・オルサーラは、イタリアの起業家、博愛主義者、イタリア食文化のプロモーターである。卒業後、イタリアから離れ8年にわたって、ヨーロッパの様々な国で、シェフのスキルを身につける。ダイエグループに講演され、1991年に神戸に来日して、その後、5県の新店舗を展開するプロジェクトの総務部長として務める。 1993年に、イリージャパンと協力しロッソ、イーネロを展開し、イリーブランドを日本に促進する。来日してから5年後、14年間の飲食経験と5年間で、得た日本食文化の知識を活かし自分自身のレストラン、エリオロカンダイタリアーナを東京工事町で展開する。オープンから数年間、エリオロカンダイタリアーナは、東京に住んでいるイタリア人の中心となり、 日本人からも高評価を得る。2000年にレストランビジネスを拡大するため、イタリアの伝統的な手作り料理をケータリングサービスとしても提供するエリオセントラルキッチンを展開する。2001年から2007年の間、香港のアルマーニカフェのコンサルティング、アカデミア、デルペペロンチーノのアンバサダーとして、唐辛子の食文化を日本に促進し、 株式会社ナトリと協力し南イタリアの伝統を元にした新商品を開発する。2005年に日本国際博覧会愛地球博のイタリアパピロンを担当する。こだわりのイタリアの味わいを日本に広く知れ渡らせようと在日イタリア大使館で記者会見を開き、イタリアの食文化とスタイル、メイドインイタリーの情報を日本に伝えるベラ。 イタリアのオンラインショップを展開する。2011年に姉妹店のエリオアンティカフォルネリアをオープン。また、天然工房で作られた自家製パンやオリーブオイル、パスタ、トマトソース、生ハム、サラミ、チーズなどイタリアから自家輸入された様々な商品も販売する。イタリアから自家輸入された様々な商品の販売も開始する。2013年に 日本初のイタリアンチーズ工場、ファットリアビオ北海道を開店する。北海道産の牛乳を使い、イタリアから来日したチーズマスターが、イタリアの伝統的な乳製品を作り、日本市場で販売し始めた。2年後食品製造のビジネスを拡大し、アンティカサルメリアのサラミ工場が誕生する。2017年に、中日イタリア大使が、立ち会いのもと、エリオブランドの新店舗、 エリオ・アンティカ・デリツィアをグランドオープン。イタリアンのテイクアウトグルメをテーマに、フレッシュチーズやサラミなどの直販を開始。1998年リストランテイタリアー九1999年、ベストイタリアンレストラン育児2006年、イタリア共和国功労勲章カバリエーレ2009年、カラブリア優秀賞2011年、イタリアホスピタリティ国際認証マーク2012年、 イタリア共和国功労勲章ウッフィチャーレ2017年、ストッコディマ・モラアンバサダー2019年、イタリア共和国功労勲章コンメンダトーレ、エリオ・オサラ・エモンド。エクセレンゼ・イタリアネ、2020年6月5日、閲覧。エリオロカンダイタリアーナ・エリオ、本格イタリアン・レストランとケータリングサービス。www. エリオ .co.jp。 2020年6月5日閲覧。オン、ラインショッピングサイトブリングズ、イタリアンフード、ライフスタイルプロダクツツージャパン。Japan。t o d a y c o m 2020年6月5日閲覧。札幌、白石にイタリアンフレッシュチーズ工場直営店、イタリア人職人が作る生サラミも。札幌経済新聞。2020年6月5日閲覧。 レアンリフィセンズデラレイプーブリーコイタリアーナ。www. クイーナーレ .it.2020 年6月5日閲覧。ありがとうございます。